さあ、 J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。ジャッジ解説は元国際審判員家本政明さんです。家本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今シーズンは選手目線のゲストをお二方招いてお届けしておりますが、今回は坪井圭介さんと安田道博さんに来ていただきました。お二方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。坪井さんには何度かご出演いただいてますが、安田さんは初めてになりますよね。初めてですね、はい、この番組見ていただいたことありますか？見たことありますよ、もちろん。 あ、 ありがとうございます。フランファースでずっと映像が流れてて。あ、そうですか。なんかレフリーにかわいそうな番組や見てましたね。でも僕もレフリーに言いたいことあるんで。マジで？はい、あるかな、あんま分かんないですけど。お二方の関係性はチームメイトとしてはやってないですね。ないですね、はい、代表でちょっと被ったぐらいで、はい、うん、それくらいで、あとは対戦だけですね。そうですね。あ、そうですか、うん、はい、どんな印象ですか、坪井さん。いや、僕はなんかうるさい印象ありましたけどね。試合中も試合じゃないとこもうるさい印象。いや、確かにそうですけど、はい、僕はもうレフリーに対してはすごいクリーンですから、はい、これは家本さん、そうですよね。その通りです。いや、言わされてる感あるけど。俺は結構自信あります、これ。でも、あの、多分一般の視聴者のイメージは、うん、安田さんやっぱりやんちゃなイメージがどうしても、これ別に悪い意味じゃないですけど、はい、あると思うんですよ、はい、でも家本さん、やっぱりちょっとそこはいろんな誤解もあるというか違うんですよね。僕が聞いてる限り、はい、うん、安田さんを悪く言うレフリーはあんまり聞いたことないですよね。まあ、坪井さんもそうですけど、はい、僕は意外でしたね。元気ってイメージはあるんですけど、そのプレーとかはもちろんそういうイメージありますけど、はい、その何かある時に、いちいち文句言うとか、ましてボールをね、こう叩きつけて意義もらうことなんて多分なかったと思うんですよね。一回やったんですよ。一回だけやったんですよ。はい、あの、昨年引退された村上さんと、はい、村上さんだけ相性悪いです。でもこれはね、そういう冗談も言えるなんか関係というか、はい、でもまあ基本的には僕は文句言わないようにしてるっていう、うん、はい、ないない、はい、すごくいい関係を審判団とも築いてたっていう話ですね、はい、審判の皆さん、そうですよね、うん、はいって言ってます、向こうで。だといいですね、はい、今日はもういろんな意見も安田さん遠慮なく言っていただきたいと思いますので。はい、わかりました。坪さんもよろしくお願いします。お願いします。坪さんはおそらくあのバランスも取ってくださると思うんで、はい、そうですね、バランサーですからね。先輩頼りにします。僕はもう避けなくとは言わない。、はい、というわけで楽しみにしてますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。週末に行われた J1 のゲームの中から合わせて3つのシーンを選出しています。さあ、ではまずこのシーンから見ていきましょう。明治安田生命 J1 リーグ第3節、横浜 F マリノス対サンフレッチェ広島、75分のシーンです。広島ボールの場面です。ゴールキーパーの大迫がロングフィード、これに中野と長戸が競り合うと、中野は顔面を押さえて倒れ込みます。すると主審はこの状況を受けて試合を一旦止めます。リプレイで見ると2人が競り合った際に長戸の左の肘あたりが中野の顔面に当たっていました。そしてここで VAR が介入、主審がオンフィールドレビューを行った結果、長戸にレッドカードを提示、一発退場としましたが、この判定は妥当だったのか、まずはこのシーンについて議論します。さて、というわけで、初めはファウルの判定もなくプレーが続行となったんですが、その後 VAR 介入により一発退場となったシーンです。で、実はですね、この退場劇の前にもこんなシーンがありましたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。この試合の65分のシーンなんですが、同じくゴールキーパーからのロングフィードにベン・カリファ選手と畑中選手が競り合いました。で、その際にベン・カリファ選手の左の肘が畑中選手の顔に入っていました。さて、ベン・カリファ選手の方は現場で、ファウルの判定プラスイエローカードというジャッジになりました。で、長戸選手の方はノーファウルから VAR 介入で、一発レッドに変わったという事象になります。まず坪井さん、はい、このゲームは解説されてましたよね。そうです、実際にこの場にいましたね、はい、長戸選手のところは普通にノーファウルだと思ってました、はい、あ、いいヘディングだなという、はい、で、ベン・カリファ選手の方は、あ、これはもうイエローだなというのは見てすぐ結構わかる、はい、で、まあ、リプレイ出る前ではそういう印象でしたね、はい、
でオンフィールドレビューになって、うん、リプレイを何度も見ることになりましたけど、はい、印象変わりました？正直僕は長戸選手のところはディフェンダー側の目線ということもあって、うん、あんまり印象変わってないんです。あ、言えばノーファールでもあり得るのかなというぐらい、ボールを純粋にヘディングしに行ってるっていうことと、まあ、落下地点に早く入ってるのは長戸選手かなっていうイメージもありましたし、はい、あとやっぱ高くジャンプするときに、はい、どうしても腕は大きく振ってジャンプして、うん、でさらに飛ばそうと思うと、はい、最後肘を後ろに引く、はい、この動作ってまあヘディングの基本動作なんです、はい、言ってみれば、はい、でこれはその一連の動作に坪さん見えたと。まあ、僕はこのリプレイを見ても見えたんですけど、ゲーム自体を、はい、なんていうんですかね、円滑に進める、まあ、収めるという意味でレフリーの人が、まあ、イエローを出すっていう判断でもいいのかなっていう、ね、坪さんベンカリファ選手の方とどっちの方が赤に近いと思いましたか？はい、僕はベンカリファ選手、やっぱりそっちですか。はい、あのベンカリファ選手のところはあのヘディングの動作に入る前に明らかに腕を手を相手の顔の方にも向けて、はい、それから競りに行ってるんですよね、はい、先に腕が出てるんですよ、うん、まあ、そこの差は意図的か意図的ではないかの差は大きいのかな。なるほど。っていうふうに思ってます。じゃあ坪井さんは長戸選手の方は例えばボードでちょっと人の考え方にもよるんで、僕はなんか、まあ、この辺に置きたいかなっていう、この辺、うん、だいぶ幅がある感じです。そうなんですよね。僕個人的にはノーファールにもしてあげたい、はい、ですけど、さっきも言ったようにゲーム自体をコントロールするためには、うん、もしかしたらイエローカード出た方がゲームは円滑に進んだかもしれない、うん、っていうところですね。はい、さて安田さん、はい、どうですか2つのシーン。いや僕はあのベンカリファ選手のやつがイエローなら今のもイエローでいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、で僕は基本的に現役時代はもうヘディング嫌いだったので、はい、もうなるべくヘディングしないようにちょっとやってたので、あんまりそのこうやってやるとかっていう気持ちは正直あんま分かんないです、はい、どっちかっていうと僕はファウルもらいに行こうと思って体入れてやるタイプだったので、はい、でもまあマリノスの選手がね、はい、長戸選手にレッドカード出た時みんなさっきのはどうやねんみたいな、はい、言ってたじゃないですか、はい、その気持ちはすごい分かるし結構危険やなと思いましたけどね。この長戸選手の方ですか、はい、まあ、視野に入ってないってことはない、うん、そうですね、まあ、もしかしたらわざとではないかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっと この、うん、ここでブロックっていうのはあったと思うんで、まあ、ヘディングとしての技術は素晴らしいと思いますけど、さっきのやつがイエローならこれもイエローでいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただこれは坪井さんも言ってましたけど、初見で見たらすごいヘディングで、いいヘディング、ちゃんとこうビデオ見ないと分かんないんで難しいですよね。これ安田さん、そのお二方とも初見でっていう話もされてますけど、何回もスローを見てるとあれもしかしたらこれちょっと危ないのかなって見えてきちゃうところもありますか？見えてきました、はい、やっぱりそれでちょっと危ないなっていうふうに感じました。ただこれレッドカードにするんやったら、さっきの ベンカリファ選手のやつも、うん、まあ、レッドなんじゃないかなというふうに思いましたけどね、うん、じゃ安田さんもちょっとレッドは厳しいんじゃないかっていう感じですか？いや、まあでも僕はもうイエローでいいと思います。イエローでいい、はい、じゃあこの辺りですかね、はいはい、まあこれは僕も相当厳しいんじゃないかなと思ったんですが、まあお二方の意見と一緒で、まあファールでフリーキックになるのはまあ致し方ないけど、カードはまあいらないのかなってちょっと個人的には思ったんですが、家元さん、2つのシーンを比較してどう感じますか？難しいですね、はい、まあ、2つに分けたいなと、テクニカルの話と感情的なっていう話ですかね。最初のところがイエローカード出て、で次が出ない、で VAR が入ってきて急にノーが赤になるって、このギャップに対してやっぱ感情って動くじゃないですか、はい、そういう意味でなんかよく分かんないって思われる方がたくさんいるし、最初僕も映像見たら何が違うのかなっていうって思ったって話ですね。で今度はテクニカルな話でちょっと、確認していきたいんですけど、まず、フリーキックかフリーキックじゃないかっていう話で言うと、競技規則には、不用意か無謀か過剰な力かって、まず大きく3つの判断基準があります、はい、で不用意っていうところは相手競技者に挑むときに注意や配慮に欠けているかどうか、2つのシーンとも安全に対しての配慮がないということで、少なくともまず、ここで不用意な
フリーキックとなる事象っていうことは両方ともクリアされてるって話ですね、はい、で次に今度無謀なのか、過剰な力なのか2つともそんなに意図はないようには見受けられるんですが結果的に助走スピードもある流れの中で腕っていう硬いところが、顔あるいは首のあたりに結果的に、危険な行為を与えるっていうので、はい、2つとも少なくともイエローカードをここで確立しました、うん、なので、不用意な、事象ってことはまずティックされましたで無謀な力無謀な行為ってところもティックされましたなので2つのシーンに関してはイエローカード以上ってことをこれで確定してます、うん、で3つ目が、この過剰な力それほど差があるように見えないんですけどやや長戸選手の方があるようには感じますが1つで2つ目は、これは FIFA FC とかそういう海外の、僕は現役時代ですけどね言われてたのがこの腕も先っぽで当たるのとこの肘あるいはここから上のところで相手に当たるっていうのはこっちの方がパワーが強いとそういう意味で言うとベンカルファ選手は肘よりも前の部分が当たってるだから力はそれほど強くないって判断できるで長戸選手の方は肘から腕のところで当たってる力が伝わる部位っていうのが軽い方なのか重い方なのかっていうところで差が出てるって話ともう一つあるのが肘が相手に向けられたのかどうか長戸選手の方はヘディング飛んでこの曲げる時が結果的に鋭角な方向がこの根元のあたりに当たる、うん、なので肘が向けられた力がより重く関わるところに当たってるかつ勢いがあるっていうところで僕はまあ厳密に見ていくとレッドカードとなるボーダーにこちらはなるでベンカリファ選手はボーダーにやや足りない、うんで見るので、現場の判断としてはイエローカードレッドカードっていうのはレフェリー目線で言うと、まあ、納得感とか妥当感は感じてます、うん、なのでそのボードで言うと、長戸選手の方は 80% のボーダーライン上にあるのかなとこの辺、はい、でベンカリファ選手の方は60ぐらいかなと、うん、でじゃあ仮にもしこれが現場で、まあ、ベンカリファ選手の方は現場に判断してイエローカード出てますと、はいで長戸選手の方をもし仮に現場でイエローカードだったら VAR は介入してないと思います、うん、なぜかというと、うん、そこまではっきりとした明白に違うのかっていうと、うん、今僕が説明したように60と80ってこれはっきりとした明白にって言えないじゃないですか、はい、でレッドカードも 100% じゃないんですこれ、うん、本当にボーダーだと思うので、うん、両方ともイエローカードって感じたお二人の感覚っていうのは十分理解はあるっていう話ですかね、うんこれでも安田さん先に飛んでる選手の、まあ、脇の下あたりからちょっと遅れて飛び込む感じになるじゃないですか、うんうん、どうしてもそうすると肘にこう顔が当たりにいってしまうようにも見えるんですけど、うん、いやどうですか僕なら当てに行きますけどね自分の頭ファールもらいに肘ファールもらうためにはい。まあでもこんなに4人いて4人意見違うからそれはね、はい、こういう議論になりますよね、うんでも家元さんも話うまいから俺全部家元さんの正解なんちゃうかなってないないない家元さんあの VR の介入条件の一つとして、はいまあ、一発レッドかどうかっていうのあるじゃないですか、はい、でイエローカードかどうかは入れないじゃないですか、はい、入れないです、はい、でこのシーンに関してはじゃあノーファールはおかしいんじゃないというよりレッドかどうかっていうところですリコメンドしたっていうことでポシブルレッドカードでタグ付けされました、はい、VAR が、シーンを見ました、はい、VAR、AVR はレッドカードのボーダーである、うん、繰り返しますけどボーダーです、はい、100% じゃないです、はい、ボーダーになるのでそうするとノーファールとこれってはっきりとした明白な間違いって言えるので、うん、なるほどストップザゲームしてですぐ見に行ってくれで見た結果ボーダーに感じずにさっきの65分のベンカリファの選手の比較とかも考えた時にあのシーンと比較とこのシーンの映像の力加減はどうなんだろういや真っ赤にいけないなと思ってイエローカードにすることもできたシーンですなるほど何度も見てると安田さんのちょっと遅れて当たりに行く作戦すごくなんかいいんじゃないかと思えてきちゃうんですけどなんか選手としてはさっきのイエローでこれイエローじゃなかったらレフリーのジャッジの基準が一貫してへんからしっかりゲームコントロールしろよっていう風になるんですよアドレナリン出てるし試合中熱くなってるんでそこです問題は、はい、いやそういう意味で僕はイエローでもよかったのかなっていうのはこれ結構大事な感覚でこの感覚レフリーは結構持ってると、うん、あのそこそ円滑にとか納得感あるその
スムーズなゲームマネジメントにつながるかっていうのは今聞いてて思ったところですかね。まあそれだけ岩本さんこれ難しい事象だったということですね、はい、では次のシーンに行きましょう。明治安田生命 J1 リーグ第3節横浜 FC 対鹿島アントラーズ22分のシーンです。横浜 FC のスローインの場面です。山根が入れてこれを受けた長谷川がスペースへ出すとこのボールに走り込んだ山根が転倒したところでホイッスル。主審は安西のファウルを取って横浜 FC に PK を与えます。ただリプレイで見ると足を含めた下半身の接触はなく安西の左手の接触だけのように見えこれをファウルとするのは厳しいようにも感じます。結局 VAR の介入はなく PK のままとなりましたが判定は妥当だったのか。続いてはこのシーンについて議論します。さてこのシーンにはこんなツイッター寄せられております。前半の横浜 FC が PK を得たシーン鹿島の選手の足がかかったようには見えませんでした。ダイブではと感じましたし VAR と主審のやり取りも短かったように見えましたという意見が来てるんですけれども、これ安田さん、はい、サイドバックの選手からすると、まあ、結構安田さんもあったシチュエーションじゃないかと思うんですが、そうですね、はい、どうですかファールかどうか。いやこれはグランドでは、はい、まあファールじゃないやろって言いますけど、はいはい、これは多分僕は両方あるんで守る側も攻める側も攻める側やったら多分ちょっと手かかっただけでバランスは崩れて絶対倒れます、はいはい、多分これはもうダイブじゃないです、うん、僕が見る限り、はい、で俺は PK は妥当だと思います。 PK 妥当妥当だと思います。なるほど、はい、これは多分ねバランス崩しますよ。足も抜けないんであそこやっぱりトップスピードであればあるほどそうなりますか。そうですね、うん、じゃあ安田さんは仕方ないんじゃないかと。仕方ないと思います。うん、坪井さん、はい、どうですか。僕はバランスを崩すほどの過剰な力で加わってるとは思わないですこのシーンを見ると、はい、だけど、はい、取られました。取られる、うん、これはディフェンダーからしたら本当気をつけなきゃいけない、うん、ところで当たってなくてもちょっと触ってこけられたらやっぱり取られるシーンなんで、はい、これは山根選手がうまかったなっていう、なるほど。あのドリブルのコース取りで相手に触られた時の後のこのうんまあ、バランスは崩れたかもしれない、はい、でも踏ん張ろうと思えば多分踏ん張れた。うん、足はかかってるようには見えないですね。そうですね、まあ、確かにバランスはちょっと崩れてるんですけど、うん、過剰な力では力は加わってないけどPKになってしまうシーンだな。なるほど。まあこれをいやかかってないでしょっていう方もおそらく視聴者の方の中ではたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。でも安田さんはやっぱり取られても仕方ないって僕はディフェンスやったら思いますし、はい、攻撃やったら PK やろと思います。でこれ安田さんがじゃあディフェンス側だったらいやなんでってならないですか。だってこっちから言っても止めようないですよもう、うん、なんでちょっと見え方的にも悪いし、うん、裏取られて相手の方が勢いあるし後ろからチャッパー行っちゃってるんで、はい、うん、で、まあ、やっぱディフェンダー僕もだからじゃあ安西選手がサイドバックとしてセンターバックだとしたら、はいはい、センターバックの心理としたら、はい、いや俺カバー行けるから行くなと、うん、ちょっと待て、そうですね、はい、ちょっと待て、うん、って言うともカバー入ってるじゃないですか、はい、実際ますね、うん、っていう感じです、うん、まあ、ちょっと論点が変わってしまうんですけどね、はいはい、あのそういうふうに見られるリスクがある、うん、そうですねでこれ裏取られたらもうサイドバックってすごい焦っちゃうんで、はい、行きたくなる気持ちもすごい分かるんですよね。ですよね、うん、やっぱり安田さんこれサイドバックからするとカバーいるかもしれないけど自分の責任で何とかしないっていうのも その焦りがこれに繋がったっていう感じですよね、うん、だからかかってるかかかってないか多分かかってないですよね、はい、見ればもう明白なんで、はい、かかってないけど、まあ、これもサッカーの一部なんだよ、うん、まあ、足かけるだけじゃないですから、はい、手もありますから、そう手もあるし、うん、やっぱりじゃあお二人はこの状況になってしまったことがもうそもそも相当厳しいと、うん、厳しいですね、そうですね、うん、家元さんおそらく PK 厳しくないっていう方多いと思うんですけど、うん、この、まあ、元プロのお二人はこう言っております。いや面白い論点とか観点だなって聞いてました。で、まあ、左手が間違いなく触れてるってことは事実、うん、でレフリーのポジションを見た時に足が当たったかどうかっていうのは正確に見極めるのはなかなか難しい、口出しのポジションになってるのが難しいって話です、はい、うん、なのでレフリーがすると手と足のコンタクトによって反則行われた
って多分認識してると。で、はい、副審のところが多分そこがなかなか副審も位置も難しいと思うので、現場では、不用意なコンタクトによって、ペナルティキックを与えられたって判断したのでしょう、うん。で、VAR はその映像を確認してます。足のコンタクトはないってことは映像上分かります。でも多分そういうコミュニケーションを主審に取ってるんで、手の影響もあるよねって見えるので、そのまま多分チェックコンプリートで現場の判断をフォローしたのでしょうし、はい、まあそれは十分理解できるって話ですね。はい、ただし細かく見ていったときに、まず手の安西選手の左手がどれぐらい影響を及ぼすのかっていう話で言うと、はい、影響を及ぼすのであれば足から崩れるってことはこの状況ではない、コンタクトがない限りはないんですよね、うん。でそうなった時に左足前に運んでますか、右足前に運んでますかって見た時に、手がここ触れてます、でこの後進めてください、離れましたね、足ふん左足踏ん張りました、崩します、右足前に運ばずに崩していってる、要は力抜いてるっていう話ですね、はい。ってことは手の影響があるよりも自らその手のコンタクトを利用して倒れに行ったっていう印象がこのスローでは強く感じます、はい。なのでフリーキック不用意なフリーキックとなる反則行為が行われたっていうのはテクニカルの面からするとやや厳しいのかなって思うので、僕は、ノーマルフットボールコンタクトとしてそのままプレーを続けさせる方が良かったっていうシーンなのかなと思います。だからこれは非常に難しいです。で細かく見ていって僕はこういう印象を持ってるって話なので、今のようにそのまま続けさせた方が良かったなとは思うんですが、まあ、ここで第1回目かな、テサさんがそのうまく倒れるみたいなのか、うん、まあ、まさにそういうシーンなのかなって思ってて、じゃあこれがシミュレーションなのかっていうと、コンタクトがある以上シミュレーション反則が行われたっていうのは難しいって判断と、はい、でフットボールはそんなに綺麗なのかっていうと、僕は、まあ、テサさんが言ったらこういうことだと思うんですよ、うん。でこれを、許すのか許さないのか、で推奨するのかしないのかっていうのは、まあ、選手でありチームでありリーグでありサポーターファンの方の考え方だと思ってるので、ヨーロッパは割とこういうのを嫌う傾向がある。で南米はどうなのって、まあ、あんまり大陸とかで分けるの印象は良くないですけど、でも印象とするとそういう南米系の選手はこういうのはすごくしたたかでうまいなって印象を持ってます、うん。でもここ結構本当にフットボールのなんていうかなグレーなところ、考え方価値観のところなので、うん、これは本当に日本のサッカーに関わる人たちがこういうシーンをありと思うのか、こういうのをやめていこうって思うのかので決まるのかなと思います、うん。どうですか坪井さん。さっき家元さん言ったように、まあ、これも含めてやっぱフットボールだなというふうに思うので、うん、まあ、こういうシーンをなくしてはいきたいですよ、うん、僕個人的には、はい。ここでだって踏ん張っていけば、ね、山根選手もっといい自分でカットインしてシュート打てたかもしれないし、うん、そういうシーンが生まれたかもしれないんで、はい、できればなくてもいいのかなと思うけど、うん、まあ、でも現実的にはこれも含めてサッカーっていうのもなんとなく分かってます、うん。で僕もやっぱり普段ヨーロッパのサッカーいますし、はい、やっぱり世界中の選手がチャンピオンズリーグを目指してるってことは多分あそこはトップやと思うんですよ、はい。で多分そこに出てる選手はこれファウルもらいに行かないです、うん、ってなると俺ディフェンスやったら強く行けよと思います。倒れんなよと思いますけど、うん、まあそれはもう山梨選手に聞いてないと分かんないですねいやどう難しいわそんな、これ難しいですよ。安田さんが攻撃側だったらどうします？後ろから蹴るの分かったら、はい、相手の手かかるのまったりもするし相手が来た瞬間にボールチョンってついて足かかんのまた倒れたりもするし、はい、でもこれ突破しても多分ゴール入ってなかったですよもうディフェンス2対2でその手センターバンカバー来てたし、うん、ってなったらもらいに行くかもしれないです、うん。でもらった方が結果的に得をするんじゃないかと、うん、そうですね、うん。でももらいに行くとか言えないですよね、大きい声でね。でもこれ難しいですよね。例えばじゃあ横浜市のサポーターだったらナイスうまくもらってナイスってなるでしょうし、これ逆だったらいや簡単に倒れるなよって思うでしょうし、うん、ただここはだからもうプロスポーツとしてやっぱ勝つ負けるの、はい、そこがやっぱり、そこがもうあるので、うん、もうここは一部として僕はだからもう本当は立ってくれよ、はい、倒れないでくれよと思うけど、うん、
心の中ではもう PK でもしょうがないなっていう感じです、うん、なるほど、うん、ちなみにですねこの後のペナルティーキック気になるシーンがありました。前回扱った話にちょっとつながるんですけれども小川航基選手が PK を蹴る瞬間横浜 FC の選手がペナルティーエリア内に先に入っていました、うん、ただ VR の介入もなく蹴り直しにはならなかったわけですがこれは VR が介入すべきだったかどうか坪井さんどう思います？これはでも普通に考えたらやり直しってことですよね、うん、安田さんどう思います？今もう入ったからいいんじゃないですか、うん、そんぐらいなんかちょっとラフに行きましょうよ、はい、うん、家本さんルールも含めてこれはどうするべきなんでしょう？競技規則上でいうと、認められないっていうのが、まあ、話ですね。で前回の話もあったと思うんですけど、これは VAR を介入できない。なぜならば侵入者選手は特に利益を得てないの で、うん、で競技規則上はダメです。じゃあこれ誰が監視するの、うん、ってなった時には現場のレフリーです。で基本的にゴールキーパーがラインよりも先に出るのかっていうのは副審の方が監視する、はい、でそれ以外のフィールドの選手たちの確認っていうのはレフリーがするですがこの時残念ながら主審の方はどこ見てるかというとゴールキーパーの方見てるんですよね、うん、ってことは侵入に意識が向いてない、うん、まあ、野放しって言葉がいいのかどうか分かんないですけどっていう話が、まあ、ルールブックと諸々の話がそうです、うん、でもう一つ世界のまあスタンダードっていうのかなトレンドっていうのかなで話になった時にフィールドの選手の侵入はあんまり厳密に取らない傾向にある、うん、はい、競技規則上は違反なんですよ、はい、違反なんですが、まあ、そこまで厳密にっていう考え方ある。世界的な傾向はここはもうする傾向にあるっていう認識はあります、うんうん、これくらいはいいんじゃないですかね。いや、いいと思いますよ。なんかその世界の傾向に合わせていきましょうよ。さっきのもチャンピオンズリーグやったら多分 PK じゃないですよ、うん、そうだな。やったらもう PK じゃなくていいですよ。そうやってやっぱ日本の選手も強くなっていかないといけないですし世界に合わせていかないとダメだと思いますよ、うんうん、ではまあ話を戻しますと山根選手が PK を獲得したシーンこれは家本さんサポートできると言っていいんでしょうか？いや家本はしませんダメです。ただ VAR レフリーがこう吹いちゃったら VAR 家本はフォロー、はい、でも現場のレフリーとしてはそう感じたんだと致し方ない。でも映像で見る限りは僕はこれはファールにではないと思います。なるほど、分かります。それがいいです。それがいいですね、はいはい、では次のシーンいきましょう。明治安田生命 J1 リーグ第3節浦和レッズ対セレッソ大阪59分のシーンです。浦和が決定機を迎える場面です。伊藤のパスを受けた酒井がスルーパスを出すとこのボールに走り込んだ興梠が転倒してホイッスル。主審は鳥海のファールを取って浦和に PK を与えます。リプレイで見ると鳥海は興梠の肩と足に接触しておりファウルの判定は妥当のように見えますがこれをファウルとするならば決定的な得点機会の阻止いわゆるドグソのようにも感じます。ただ鳥海へのカードはなくノーカードで PK となりましたがこの判定は妥当だったのか。続いてはこのシーンについて議論します。さて、今回最後の事象はドグソ案件になります。改めてドグソの4要件確認しましょう。反則とゴールの距離、守備側競技者の位置と数、それからプレーの方向、ボールをキープできるまたはコントロールできる可能性、この4つになっております。さあこの4要件も踏まえてドグソかどうか安田さんどうですか？いやードグソドグソってめっちゃ言いますねサッカー界の流行語大賞ですね。いやなんかちょっと僕あんまなんかその分かってないとダメですけど、はい、そんなに細かいとこまで分かんないです、うん、はい、もうこれはもう俺はもうシンプルにもう PK でイエローカードでいいです。PK イエローカード、うん、でも確かにまあ決定的なチャンスを阻止してるし、まあ、介入してもいいですけど、はい、一番分かりやすいのはもう PK でイエローです、うん、これ例えば興梠選手が抜け出して最初にボールタッチするじゃないですか、うん、このあと安田さんシュートまでいけると見えますか？どうですか？見えます、うん、いける、いけます、うん、キーパーかわしてもシュートです。じゃあって俺は思いますけど、はい、思いますけどね、うん、
じゃあ安田さんからするとやっぱりドグソに当たっても仕方がない、仕方ないと思います、ね、はい、はい、さて坪井さんはこういう局面たくさんあったと思うんですが、はい、僕も実はこれはミチと一緒で PK のイエローでいいのかな、 PK のイエローイエローで、はい、ドグソではないと思ってます、はい、もしかしたらシュートを打てるまでには至らないのかもしれないという、うん、ところですかね。やっぱりキープコントロールのところですか。うん、そうですね、うん、まあ、ペナルティーエリアの中でこういう決定的な得点機会の阻止があったときに、まあ、ボールへチャレンジしたファールなのか、うん、それともそうではないのかというところで、まあ、レッドか一段下がったイエローかというところになるんですが、坪井さん、これはボールにチャレンジしていると取るかどうか、どうでしょう。トリウム選手が、はい、ボールにはチャレンジできてないですね。できてない、できてない。安田さんどうですか。絶対してないです、はい、というか、まあ、もう正直もう後ろ取られて走られてるんで、はいはい、その時点でもうそれはもう鳥海こいつイエローでいいっす、はい、その時点で一緒にやってらっしゃいましたもんね、はいはい、ジェフで一緒にジェフでやってます、うん、まあでもボールには絶対チャレンジしてないですよ、はい、うん、そうしたら、まあ、もしこれ興梠選手がボールをコントロールできるとか、それドグソの4要件も揃えていたら、まあ、レッドカードっていうことにはなると思うんですけど、うん、さて家元さん、そのあたりも踏まえてお願いします、うん、あの興味深いシーンですよね、はい、なんかあんまり見た記憶がないですよね、うん、で、まあ、反則となる事象は腕なの足なのっていうところですよね、はい、新藤選手が倒れてしまったのは足のコンタクトの影響によって倒れたかなって見えます、はい、で、その足はボールに行こうとした足なのか、ボールに行こうとしてはない足なのか、これが結構大きく分かれます、はい、で映像を見る限りは、体全体あるいは足はボールに向かって伸ばされようとはしてない、うん、裏を取られて走って寄せてる最中に当たってしまってる、うん、はい、まあ、あの不可抗力不用意アクシデントとも見えるんですが、まあ、十分あの不用意にコンタクトしたと言えるので、ドグソのペナルティーエリアの中で下がるっていう話はあくまでもボールに足が行ったのか行ってないのかっていうのが大きな話なんですね。そういう話でいうと、この足はボールに行こうという足ではないので、ドグソの、その30罰っていうところが下がらないっていう、じゃあこの事象っていう状況っていうのが、そのドグソの4要件、まあ、このボードでは5つになってますけどね、で確認をするんですけど、すごくシンプルです。全部オールキックです。以上。おう、じゃあドグソ成立完璧で、もちろんあの見方によっては、ボールがコントロールが外に行ってるじゃないのか、うん、僕はまずボールはゴール方向に向かってます、うん、で興梠選手のボールタッチは、その瞬間は外に行くんですが、うん、全体的に興梠選手もボール方向に向いてる、はい、なのでこれはゴール方向に向かってるって話に言えるので、これ 100% 問題ないです、うんうん、でコントロールの可能性っていう話もタッチして外に出るんですが、まあ、新藤選手の、まあ、状況は混んだことなければ十分そのまま、まあ、結果的にキーパーがどうするかは別ですけどね、うん、はい、この場合ゴールキーパーはその対象にならない、他の選手が、そうそう、他の選手がカバーできるのかいるのかっていう話でいうと、セレッソのディフェンスフィールドプレイヤーはノーチャンス、誰もいないって話になるので、この通りで、真っ赤って話ですかね、うん、なるほど。これはじゃあ家元さん、なぜノーカードだったんでしょう、うん、現場の判断は、はい、興梠選手、まあ、新藤選手が外側に向かってた、うん、でトラップが外に出たので、スパって見たんでしょうね、はい、でボールが大きく離れてしまってコントロールできないと判断しましたって多分現場のレフェリーが見てる、はい、でそういうふうにもし説明されると VR からするとまあそう見えなくもないよなって印象になってしまうので、あの現場の判断をスパとしてフォローした、あとその足もボールに行こうとした結果、うん、当たってしまった、うん、で見るのでそのトリップパニシメントが下がってイエローカードでスパだから、なくなってしまうっていう、うん、家元さんだったら介入する、だってシンプルに4要件真っ赤だから、はい、そう思いますかね。なるほど。これはでも坪井さん、やっぱり興梠選手だったらシュートまでいけますかね。まあそうですね、うん、彼の能力からしたらおそらく言ってたと思います、うん、じゃあこれは家元さんの見解としてはドグソでレッドカード、うん、まあ、そもそも現場のレッドカードにしてほしかったと思ってます、うん、
そもそも、はい、でまあ、難しい理由は分かるんですがっていう話ですね、はい、と VR も、まあ、気持ちは分かりますけど、どうなのかなっていうところですかね。なるほど、分かりました。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象をツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトはぜひお忘れなくお願いいたします。今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信予定です。次回はですね、牧野智章さんとチョンテセさんお二方ゲストにお迎えします。じゃあ次回の前の僕らは箸休めみたいな。いやいや、牧野とテセさん、いやいや収録が何時間かかるかっていう、ね、長そうマジで、はい、皆さん覚悟しておいてくださいというわけでぜひ引き続きお楽しみください。さあ今回は坪井さんと安原さん来ていただきました。坪井さんいかがでしたか。いや、まあ興味深いまた事象があったなというのを思いますし、まあ総じて言うのはやっぱりね、見ている人にもっとサッカーを面白くっていう意味ではやっぱり PK のシーンの話ですけど、まあ簡単に倒れないっていうことはやっぱり僕はこれからどんどん推奨していきたいなというふうには思ってます。はい、はい、安田さん初出演いかがでしたか。いやいや、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、やっぱりね、これね、はい、さっきも言ったリスペクトの気持ちが大事です。はい、これね、レフリーってもともとね、委ねるっていうところから ね語源来てるんですよね。だから俺ら選手もレフリーに委ねるんで、レフリーにしっかり勉強してちゃんとやってほしいし、お互いリスペクト持った関係でやっていけたらいいなっていうふうに思うし、僕はもうグラウンドの上ではもうレフリーがルールブックやと思ってたんで、はいはい、まあ、そういうスタンスでやってたんで、まあでもね、そういう選手ばっかりじゃないですから、うん、まあでもなんか思ってたのは選手とコミュニケーションを取ってくれるレフリーが多くなればいいなと思います。うん、人によってはこう話して無視される時もあるし、はい、なかなか返答が返ってこない時もあるし、そうすると選手も現場で混乱しちゃうので、うん、しっかりコミュニケーションを取るレフリーがどんどん増えてきたらいいなと思うし、そういう関係性がいいなって思います。うん、やっぱりみんな選手も坪井さんのようなスマイルで対応するのがいいですね。いや、そうです。スボスマイルが一番いい。笑いながらどうなんですか。いやいや、そうです。レフリーもね、そうそう、穏やかに。そうそう、そうしたら向こうも穏やかに来るから。うん、あ、そうなんですね。うん、次気をつけます。そうですね。やっぱりレフリーを味方につけたらこれ12対11になりますから。はい。そうやったらチームがうまくいくし、レフリーの印象がいいと、もしかしたらファール取ってくれるかもしれへんし、あんま文句言わない方がいいですよ、選手の皆さん。まあ、なんか欺くっていうよりも、やっぱりいい関係をしっかり作って、そうですね、一緒にゲームを作るんで、そうですね、そういうのをやっていきたいですよね。まあ、やっぱりお互いリスペクトすることが大切だということで、うんうん、はい、またぜひ安田さんも坪井さんもご出演していただけますよね。いいと思う。はい、そういうんじゃないですけどね。でもぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。